それでは時間になりましたので今日の IMT カレッジの講座を始めさせていただきます。今日はアメリカンジャーナルオブオブステレクトロリックスガイネコロジーの7月号でございます。それでは最初の論文からお願いいたします。本号に分娩第2期に低王切開を受けた器用のある女性では自然操作のリスクは上昇すると報告されています。手術的形質分娩 陣痛発来前の帝王切開、分娩第1期の帝王切開、分娩第2期の長さは早産のリスクには影響を与えません。ウッドラの研究では、妊娠感覚、自然流産などを含むリスク因子が除外されており、結果に影響を与えた可能性もあります。分娩第1期と比較し、分娩第2期の帝王切開では、自然早産のリスクは6倍も上昇したとする報告もあります。 分娩第二期の帝王切開と自然相残の上昇との相関に分娩第二期の延長は関わっていません。母子の状態が許すならば4時間長に分娩が延長しても妊娠の結果に影響はないと報告されています。 低温切開や中絶に伴う軽部組織の損傷が自然相談のリスクの上昇と相関するとする考えもあります。内視球構の組織構造と外視球構の組織構造には大きな違いがあるとも報告されています。 分第二期の帝王切開後の早産の原因として景観の損傷の関与が考えられますがいくつかの疑問もありますウッドラは「文面第二期の帝王切開後の自然早産のリスクの上昇に景観裂傷が関わっている」と考えていますが確かなデータは示していません我々にはできるだけ「文面第二期の初回帝王切開」を回避する努力が必要です、はい、これ非常に面白い論文だと思います 分娩第二期に帝王切開をしますと、その次の妊娠したときに。妊娠三十二週未満の早産のリスクが高くなるというんです。これは非常に臨床上大きな問題です。で、分娩第二期の帝王切開が、なぜその次の妊娠における早産のリスクを高めるのか。そのメカニズムはわかりません。第二期と言いますと、経管内視鏡後が、ああ、転退していますから、非常に上になっています。 そのような時に手応切開すると何か内視鏡のところの筋組織がダメージを受けるのかもしれません。しかし本当のことは分かりませんですね。この論文でもいろいろな仮説を考えていろいろ検討していますが、まだ本当のことは分かっておりません。 HIV、B 型肝炎、C 型肝炎などを有する女性にとって、妊娠前の専門家との医療相談は極めて重要です。一方のパートナーが HIV 陽性のカップルにおいて、強力な抗ウイルス療法や性液洗浄法が有効です。B 型肝炎ウイルスの感染には、 ワクチンや HV 免疫グロブリン投与が有効です男性パートナーが C 型肝炎感染者の場合は精子腺療と IUI あるいは IVF の併用が有効ですこの HIV 感染のカップルがした場合 B 型肝炎のカップルが受診した場合 C 型肝炎のカップルが受診した場合対応は異なりますこの HIV というのは RNA ウイルスだから精子を洗浄すればウイルスを 排除すすることはできます C 型肝炎も同様です。精子を洗浄すれば RNA ウイルスですから、から排除することができる。この B 型肝炎は DNA の中に入り込んでいく DNA ウイルスですから、これは洗浄して、精子を除,去ウイルスを除去することはできません。それから HIV は今、ハイリーアクティブアンティレトロウイルス療法、要するに えー、抗生物質の強力な治療が有効で、それによって水平感染または垂直感染を排除することができます。B 型肝炎は、あーパートナーが感染してなければですね、ワクチンですね、お産の後の新生児にもワクチンとガンマグロビンを投与すれば、えー、垂直感染を防ぐことができます。C 型肝炎はですね、最近やっと抗生物質などのようなものが有効なのが出てまいりました。今のところ 治療して感染力を下げるようないい方法はありませんしかし先ほど申し上げましたようなウイルスを精子から排除する方法はありますからそういう方法を考えてもいいということですね母乳栄養は今 HIV でも B 型肝炎でも C 型肝炎でも飲ましてもいいというふうになっていますで HIV は CDC はですね初めはあの母乳栄養をしない方がいいって言ったんですけど今いい そういうい治療法がありますので、ウイルスのレベルを下げておいて、そして母乳 A をしてもいいということですね、もし、この HIV、B 型肝炎、C 型肝炎のカップルが来たらですね、それに合って何をするのが大事かということを、この論文にはきれいな表で出ておりますので、これにアクセスして対応を考えていただきたいと思います。 過体重や肥満の女性において、正常 BMI の女性と比較し、骨盤臓器脱を見るリスクは上昇すると考えられています。肥満レベルと骨盤臓器脱との関連性を調べる場合、客観的にまた臨床的に問題となる骨盤臓器脱を確認することで、肥満と骨盤臓器脱の相関に関する根拠の質のレベルを高めることができます。 しかし、肥満と骨盤臓器脱との関連性に関する前方、指摘調査はほとんど認められません。この肥満あるいは肩体重の女性においてはですね。骨盤臓器脱まあ、代表的な子宮脱のようなものがリスクが高まるということになっています。で、えー、それがですね。もう非常にそのデザインのいい研究で前方指摘に確認されたわけではないんですが、いろいろなコート研究と。 奨励ああシリーズなんかでそういうことが認められておりますので、やはり女性は、ああ肥満を回避すするよううな努力が必要だろうと思います低温切開の起用を有し、定位胎盤、あるいは全治胎盤を認めた女性で、出産前に癒着胎盤の正確な評価を受けた場合には、個別的な計画的対応も可能となります。 スキルを有するオペレーターにより実施された場合、超音波検査による癒着胎盤の出生前の診断は高い感度と得意度を有していることが明らかとなりました。増加傾向が見られる最も一般的な酸化的合併症である癒着胎盤の予後を改善するためには、出生前のスクリーニングプロトコールを確立することが重要です。 全治胎盤はですね、前回帝王切開の患者さんに起きやすいんですね。そして、全治胎盤が起きますと、その癒着胎盤が起きやすいんですね。そうしますと、臨床上大きな問題です。ですから、癒着胎盤があるかないかということをです、ね、あらかじめ超音波検査で調べておく必要があります。今は非常にですね診断精度が高く、検知率も高く、ですね陰性と判断されたらまず陰性、陽性と判断されたらまた陽性。 得意度も感度も非常に高いので、この超音波検査を慎重に行い、前回帝王切開の患者において、試着対バがあるかないかをあらかじめ診断し、対応を考える必要があります。子宮外妊娠の対応法にはかなりの差異が認められます。人種や医療保険などに関わる差別が治療法にも認められました。えー、子宮外妊娠のうちで、ですね、今、 2割ぐらいが MTX による化学療法が行われ、8割ぐらいは手術を行われています。で手術はですね、大体、卵管切除術を行われることが多いんですが、一部に卵管開口術という実績が行われます。で、その化学療法をやるとかっていう、比較的保険を有して裕福な人は白人なんかに多いんですね。それから手術にしても、適切でなくて開口術っていうのは、今はだんだん減ってきてるんです。実は体外がありますと、 無理して卵管を温存する必要はない。卵管を摘出するとそれに伴ういろんな問題も起きやすいということで対応も変わっております。まあ患者さんの状態を見て MTX を積極的に導入するというのが対応だろうと思います。 分娩後、直ちに長期作動性、可逆的避妊法を実施するプログラムによって、退院の前に自分の好みの避妊法を選択した女性には、効果的に避妊法を提供することができます。三 直ちにレボノルゲステロール IUD を使用したものは、コッパー IUD を使用したものよりも脱出率は高いものの、IUD、あるいはインプラントを装着した10名の女性のうち8名超が、6か月の時点で依然として継続使用しているという結果が得られました、えー、分娩してです、ね、半年以内ぐらいにまた妊娠すると、その分娩間隔が1年半以内になりますから。 非常子どもにとっても小さい子ども生まれたり早産のリスクが高まったりいろんな問題を起こしますしたがいまして妊娠が終え分娩後比較的早期に否認避妊が開始する方がいいだろうとでアメリカではですねこのいわゆる IUD とかインプラントというものをお産が終わったらもう退院する前にもうそれを装着してしまう。 そうすると15%ぐらいの人は脱出したりするんですが、また脱出したり入れるということで、対応しておきますと、分娩ん感覚が適正になって、母子にいい影響が与えるということなので、日本はおそらく、三徳六週ぐらいの病院に行ったときに、初めて避妊の相談をすると思うんですが、リスクの高い女性は、もっと早めに IUD なんかを挿入してもいいということでございます。 血中の HE4 レベルは、生殖年齢の女性の月経周期を通じ相対的に安定しており、卵巣の悪性疾患のリスクを評価するために、どの時期でも妥当であると判定されました。排卵期にわずかな上昇が認められましたが、この上昇は健康な女性に認められる 120PM 未満のレベルにとどまりました。 HE4 の尿中レベルを臨床の場で簡便な検査マーカーとして使用するためにさらに検討する必要があります HE4 と名前がこのエピデリミスで清掃状態から分泌されるというか産生されるタンパクなんですねしかしこの蒸気道それから腎臓それから尿管とかそういうようなところからも分泌産生されると言われています。 卵巣からは分泌さ、産生され,されないんですが、あのがんになるとです、ね、これがあ産生され、えがんの腫瘍マーカーとして利用できるということがだんだん分かってきましたので、で月経周期中にあまり変動はありませんから、これが上昇していれば、あもしも骨盤腔内に、えー、主流があるような場合は、卵巣がも疑う、c a 1 2 5と,とともにこれからあ活用されるのではないかと思います。 4年を経た時点でレボノルゲステロール IUD 軍とコッパー IUD 軍で継続率に差異が認められましたが5年を経た時点で差異は認められませんでしたコッパー IUD 使用者はレボノルゲステロール IUD 使用者と比較し脱出率が高くまた妊娠する誘導も上昇するという結果でしたこのコッパー IUD とレボノルゲステロール IUD に、ね、似たようなものですしかし えー、論文によってですねどっちが脱出率が高いかなんていうのは論文によって異なっていますでいずれにしても避妊効果は非常に高く3年4年5年と継続して使用する人が多いんですね最近この有用性が特に注目されておりまして昔は避妊というよりはピルだというふうなことでしたがこれからはラークロングアクティングリバーシブルコントラセプションという方法がこれから普及していくものと思います 乳がんと診断されタバキシペンによる治療を受けた女性においてアロマターゼンインヒビターによる治療を受けた女性と比較し産婦人科的な症状処置異常などを認める頻度は優位に上昇しました無症候性の女性の婦人科的な介入をできるだけ抑制する努力が求められますこの乳がんの場合はですねあの エストロゲンが乳がんの再発を促したり、乳がんを悪化させたりすることがあります。従いまして、この抗エストロゲン剤であるタムキシフェンというのを使われるわけですね。で、50歳以下の以上の女性においてはですね、アラモターゼインヒビターもタムキシフェンと同様に使われます。それで、それぞれの女性にとってですね、やっぱり女性はホルモンが少しあった方がいいという、健康上ですね、ということもありますので、その辺の 何を使うかが問題ですで一応アラマタでインヒルタはあその高齢の女性にも使うことができるんですがちょっと効果が弱めなんですね、えー。それからタムキシンは非常に強力なんですが、えー、ホルモン抗エストロゲン作用があって女性にとってちょっとつらい問題を起こすこともある。ですね。その辺を考えてバランスのいい対応をする必要があるという論文でございます。 分娩第二期に帝王切開を施行した場合。その後の分娩で妊娠3十、週未満の自然早産のリスクを。2倍上昇させるという結果が得られました。このような情報は分娩第二期の手術分娩の管理に関し。重要な意義を有するものです。そうですね。分娩第二期ともうそこまで。もう分娩間近、面室間近まで来てて、帝王切開になると非常に、えー。患者さんにとっても、医師にとっても、非常にストレスです。 でえー、しかもです、ね、分娩第二期の低温切開はその次の妊娠の時に早産を引き起こすとリスクになるということを、ね、そういうことも考えて、えー、その分娩第二期になる前にです、ね、これはケ営分娩にけるのかどうか見通しを立てて分娩に臨むという対応が必要だろうと思います。 前回低温切開の際に一層方号を試みた軍と比較し、二層方号を試みた軍で、その後の妊娠において、妊娠第三三半期の子宮下部は厚く、その厚さ2.0ミリ未満となるリスクを低下させるという結果が得られました。子宮閉鎖の際に用いられる方号紙は、子宮下部の厚さに優位な影響は与えませんでした。 一時期ですね、帝王切開の時に子宮頸部の王切開は一層保護でもいい、また腹膜も保護しなくてもいいなんて言われた時代がありました。しかしですね、やはりこの論文にありますように、二層保護の方が、その後、子宮頸部がですね、次の妊娠の時に薄くなる頻度は少なくなるんですね。えー、2ミリ未満というのはもう本当に薄くなるような状態を回避することができます。だから、帝王切開はやはり二層保護で行う。 吸収紙を合成の吸収紙を使ってもいいしカットグッドですねを使ってもこれは差はないそうです。 正常妊娠における血中プロテオームは量的な面から見てもまた分割の面から見てもダイナミックな変化を起こすことが明らかとなりましたそのような情報は妊娠の生理学を理解する上で重要でまた正常あるいは異常妊娠を識別するバイオマーカーを開発する上でさらに介入法に関する反応性を調べる上でも重要ですこの妊娠中血液を採取しましてですねいやその タンパクをいろいろな種類、えー十、十数種類のタンパクを調べてみるんです。そうすると、妊娠週数に伴ってどん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 上昇するもの、妊娠初期に高くて中頃低くてまた後半に上がるもの、でその上が,り上がるパターンも緩やかなものと、急収なものといろいろあります。で、そういうようなタンパクのパターンから、この妊娠は順調にいっているかどうか、診断できる時代がもう来ていると考えていいと思います。 分娩第2期が宣言した女性において、超音波検査は分娩の天気を予測する上で有用であるという結果が得られました。今回得られた情報は、吸引分娩を試みるべきか否か、また帝王切開が望ましいか否かの指針となり、さらにシニアスタッフが付き添うべきか否か、さらに吸引分娩が手術室で施行すべきか否かなど、判定を下す際に有用です。はい。 このですね、あのー、妊娠の最中に常温検査をやるのは、継続的にやりますとね、後方後頭位とか前方後頭位とか多いとか、そういうことは診断できます。それからもう一つは、エインから、窒素の内で,です、ね、遠ンの外のとこにプローブを当ててみますとです、ね、先進部が遠ンとの距離が判定できます。その距離が短ければ、形質分娩のリスクは確実は高くなりますし、えー、機械分娩 吸引分娩などしてもですね。弁護する割合は高くなります。ですから、こういう軽複的超音波の検査、また原因からのその超音波検査でエイン自動間距離の測定っていうのが非常に重要だということをですね。この論文は明らかにしております。 リスクの低い妊婦において、妊娠第2、三半期の養水くんへの細菌の侵入の有無を、344名の患者を対象に、分子学的な方法で調べましたが、検知されませんでした。あの体の中には細菌というのはいてです、ね、それが活性化されないので、あのー、収まってるんだ、体の方のその感染の抑制効果が強いからだというような考えもありましてね、陽水くの中には細菌がいるんじゃないかという。 マイコプラズマなんかいるんじゃないかということで、えー、そういう報告もあるんです。しかし、えー、その妊娠第2三半期ですから、1 0点以上なんかの疑いで陽性潜水した、その陽性を用いて、細菌検査、いろいろ詳しくやってみたと、DNA 検査なんかやってみた、しかし最近はいなかったという論文でございます。 相の適用に関わる多くの単一の因子に関する研究ではそれらの因子とネガティブな新生児のの臨床結果との関係が明らかにされています。今回最も一般的な適用に関わる因子全てを調べたところ入院や分娩の適用が子宮内発育不全であったものがネガティブな新生児の臨床結果と相関するという結果でした。 いろいろな状況において、患者にカウンセリングを与える際に、主に分配周数をもとにし、さらに推定胎児体重、性、人種、胎児数、出生前コルチコステロイド投与の完了などを考慮すべきです。早産の,の患者さん、リスクがある患者さんに話をす説明し、カウンセリングを提供するときにです、ね、大事な因子が、えー、あります。一つはです、ね、この子宮内発育不全 これがありますとです、ね、新生児の予後といいますか、いろんな合併症を起こす頻度が高くなります。これは非常に重要です。その他に分娩手術、数、それから胎児の性、それから人種とか、それからコルチコステロイドを投与したかどうか、いろいろな要因も考慮し、この出産した児にどのようなリスクがあるかということを適切に伝える必要があります。この論文では特に胎児のです、ね、子宮内発育不全。 これが重要な因子であるということを強調しています歯完全症の器用のある女性において正常血圧を保った妊娠の器用のある女性よりもその後に認知障害が関わる問題が発現する傾向が上昇しますまた認知の変化パターンは血管疾患や白質の病変に認められるものと一致しました この歯間全症というのは血管内高血圧を認めそれからあの腎臓とか肝臓だとか肺だとかまた、あ、中枢神経系に内皮の異常血管内皮の異常なんかをもたらすものですねでこういうようなことを経験している女性は将来10年20年30年経ちますとです、ね、あの認知の障害を見る割合が高くなってくるということですですから歯間全症の人はその後血圧に注意したり えー、生活習慣に注意したりいろいろな注意し問題は起きないような対応が必要だろうと思います三次元超音波検査を用いることで胎児の顔面の形態を客観的に捉え定量化することができることをフィィィジビリティスタディで確認しましまたこの方法は顔面の形態が関わるまれな問題を診断する上で有用です 顔面の検査といいますのは例えば鼻骨の低形成とか無形成とかそういうのはダウン症に関わって鼻が低いとか、ね、幅鼻の幅が広いとかそういうことが先天点以上などに関わっているという報告はあります。しかし今回はもっともっとですね詳しく顔の表面を3次元画像をコンピューターで分析しましてこのような形のものは問題を起こすというようなことが ある程度予測できるということが分かったという研究結果ですね。これからこの領域の研究が広まるのではないかと思います。胎児を対象に処置を行う医療センターで、大角膜ヘルニアの胎児においてバルーンの抜去は問題なく行われました。 90%の例で、子宮内で実施されましたが、胎児鏡が超音波ガイド下の戦士よりも試みられる頻度が高まりました。X ユーテロにおける抜挙は、万が一の代替法として用いられました。子宮内の抜挙は、破水や陣痛など、あるいは分娩に結びつくものではありませんでしたが、正式な結論を得るには至りませんでした。 胎児鏡の抜去のため、スタイレットを導入することで、抜去が促されました。抜去が成功するか否かは、すべての方法を熟知したチームのスキルにかかっています。この横隔膜ヘルニアと言いますと、胎児に、お母さんのお腹の中にいるときに。内臓、腹腔内臓器や肝臓を含めですね。胸腔に入っていくと。そうしますと、肺が圧迫されて、生まれて。 時にですね、肺は拡張しなくて呼吸できないという状態になります。それを防ぐためにです、ね、気管支を閉塞一時的に閉塞しておきます。バルーンカテーテルにも閉鎖しておきますとです、ねあのお、この胸腔がある程度の体積が維持されるわけですね。それで、それをお産が,が始まるなというときに、抜、えー、去しますと、教この体積が保たれるんですね。 そそしてその専門家がそれを対応しますとです、ね、えー、このバルーンカテーテルを入れたものが非常にうまく抜去されて、もう成功率はもう90%を優に超えるというようなレベルになっているという論文でございます。 早退妊娠は大部分のネガティブな周産期の問題のリスクの上昇と相関しますが、胎児死亡や新生児死亡に母体年齢がさらなるリスク因子となることはないという分析結果が得られました。早産率は30代後半の女性で比較的低くなりました。 有害事象を見るリスクは年齢が若いほど高い頻度で認められましたがこのような背景の女性におけるるの改善を図るため研究が必要です相対妊娠例では30代の女性にカウンセリングを与える際に年齢は参加的結果にさらなるリスク因子となることはないことを説明する必要があります、はい、相対妊娠というのは大体いい早産が高いんですよね。 36週ぐらいいで生まれる人も多いそうしますと、ですねそういうリスクというのはあのそう、特に年齢が高い40歳代の女性においては、リスクが高くなるんじゃないかという考えもあるんですが、実際はです、ね、10代後半の女性において、そういうリスクは高いんです、そして20代から30代後半に方けて安定しておりまして、また40過ぎますと、また上がってくると、ですから30代の女性が相対妊娠になってもですね大丈夫だと。 早産のリスクはそんなに上がるわけじゃない、年齢がネガティブな影響を与えるわけではない、もちろん単体と比べれば高いんですが、年齢が高いことが問題であるというわけではないということを十分に説明してあげる必要がありますリスクの低い妊婦を対象に調査したところ、女性が自覚するストレスレベルによって、新生児の身体計測値に差異は認められません。 お妊婦さんがです、ね、ストレスがどのぐらい変わったか、それを評価法がありまして、そのレベルで高いストレス、中等度の低いストレス、低いストレスと分けましてです、ねえー、生まれた子どもの身長、体重、頭位、服位を調べてみました。そのストレスのレベルで、児の身体計測に差異はなかったということです。で子どもにはお母さんのストレスは、児の身体発育には影響を与えないという論文でございます。 これでこの7月号のアメリカンジャーナルオブ,オブステティックさんガイコレジ、これ終わりました。英文小録をご覧になりたい方は、パブメドというふうにインターネットでアクセスし、そこの国立図書館にですね、この論文のページ数とタイトルを入れますと、すぐアブストラクトを見ることができます。もし日本語の説明、テキストなど欲しい。 というような場合にはです、ね、でも私でも国際医療技術研究所にアクセスしていただきたいと思います。また来週お見にかかります。